ハインリッヒゲオルクブロンは、ドイツの地質学者、古生物学者である。ハイデルベルクに近いツイーゲルハウゼンで生まれた。ハイデルベルク大学で1821年に薬学の学位を得て、その翌年に自然史の教授に任命された。古生物学の研究に専念することに決め、ドイツ、イタリア、フランス各地でフィールドワークを行った。 1830年に創刊された地質学年間とそれに続く新年間の編集のアシスタントを1862年まで務めた。主な著書には1834年から刊行されたラシアジオグノスティカがあり、これはドイツにおける創除地質学研究の基礎を築くことになった。1841年に出版したハンブーフアイナゲシヒテデアナチュアは、 1> 第1部は地球史を解説し、第2部で生命の歴史を説明した。第3部には古生物の一覧が添付された。1848年からヘルマン・フォンマイヤーとハインリー・ヒゲッパートの助けを借りて、第3巻が出版された。この化石の記録は古生物者にとって貴重な記録となった。1861年にウォラストンメダルを受賞した。 ブロンは植物の学名で命名者を示す場合にハインリッヒブロンを示すのに使われる。ありがとうございます。